What's up, chachos? 英会話スクール、English Partners のブリジットです。了解は英語では Word。Word は言葉という意味ですが、了解やマジでのようにいろいろな意味でも使われます。誰かが言ったことに対して認めたり肯定するときに使われます。このスレングはヒップホップコミュニティで生まれたそうです。了解の例文を一緒に練習してみましょう。ごめん、5分で着く。Sorry, I'll be there in 5 minutes. 了解、Word。はい。Sorry, I'll be there in 5 minutes. Word. Nice. 了解、英語では Word。ぜひ使ってみてください。出張英会話レッスンなら、イングリッシュパートナーズで検索。オンラインレッスンもやってます。